エンジンルーム見ていきます。エンジンルームの方もねノーマルですね。で8万キロほど走ってきてるんですけども、結構綺麗なエンジンルームですね。ヘッドカバーの方もこんな感じで結構、ね、赤々してる感じですね。こんな感じのエンジンルームですね。はい、ではエンジンかけてみたいと思います。はい、エンジンかけてみました。アイドリングも非常に落ち着いてますね。変な音とかもしていないです。今振動とかもね、全然ノーマルと同じ感じなので、まあ、そこはね、装填の違和感ないかなといった感じですかね。感じですね。まあ、まだね、しっかり8万キロぐらいですから、まだまだメンテナンスしながらね、長く乗っていけるんじゃないかなと思います。以上、F2Tenのエンジンルームでした。